今日は朝からこの間買ったこのね、ちょっともう開けちゃったけど、あのクロワッサン、バター、じゃハニーバターのね、すっごい香りがするかクロワッサンを焼こうと思います。できました。めっちゃ美味しそう。しかも超簡単だった。まあ、簡単っていうか、もうあのパッケージから出して焼くだけなんだけど、こんなに綺麗な可愛いミニクロワッサンができるんですね。ちょっと食べてみます。まだいちご2パック買ってね、あのまだ全然いけるんだけど、なんかね、アメリカのいちごってそんななんか日本のみたいにすごい甘いわけじゃなくて、そのまま食べると結構ちょっと酸っぱいので、まあ、たまに何個か甘いのあるんだけど、今日はちょっとジャム作ろうと思って、多分大量にできると思うけど、あの日持ちするからね、そっちの方が、うん、ちょっと傷んできてるのもあるからね、ジャム作っていこうと思います。おはようございます。今日は2月の8日ですね。今ちょっとね、あのちょっとパソコンで作業することがあって、それしながらポニョ見てました。うちにブルーレイのポニョがあって、アメリカンバージョンの、まあアメリカンバージョンつむ中名所なんだけど、ディズニーから出してるブルーレイのポニョがうちにあってね、初めてあの PS4 であの DVD を見ましたね。すごい久しぶりに見たから面白かったけど、今日のあ、ジャムも、あ、ジャムはでもまだもうちょっと時間かかりそうだけど、今日のお昼ご飯はカレーがあるから、カレーパスタにしようと思って、ご飯ちょっと炊くの時間かかるから、パスタだったらすぐ茹でられるので、カレーパスタにしようと思います。お昼ご飯できました。いただきます。この間この額縁をね、変えたやつがあるんですけど、これの中身がね、これ一応簡易でちょっと入れてて、っていうのもね、これね、ミスプリントのやつなのね、多分ね、なんかあれを買った時に一緒についてきて、あの買ってないんだけど、おまけでついてきたやつなんだけど、なんか見るたび見るだけで気になっちゃって、しかもピンクだし、多分先生そんなに好きじゃないと思うので、この中身はちょっと変えようと思います。今日はこれから、お外はすごい暖かくて気持ちいいので、とかちょっと暑いぐらいなんだけど、あの今3時ぐらいかな、一番暑い時間なんだけど、もちくんのお散歩行ってきます。お散歩っていうか、まあちょっといつもとは違うところの公園まで、もちくん暇そうにしてるのでお散歩してくれると思います。ちなみに今28度らしいんだけど、風も吹いてて乾燥してるのでね、日本の28度とは大違いで気持ちいいね、最高。お疲れ様でした。めちゃめちゃ気持ちよかった。暑かったけど、すごい汗もかいたけど、なんかね、夕方だから特にこう西日が差してすごい暑かったけど、あ、どれぐらいかかったの、30分ぐらいの往復、30分ぐらいの道のりだったんで、いい感じ、ちょうどよかったですね。で、そんなこんなしてるうちに、さっきね、その額縁に新しいのを入れたいって言ってたんだけど、またまたペーパータオルでこの見にくくて申し訳ないですけど、これをちょっと作ったので、ペーパータオルに見えないよね、まあわかんないけど、見えるかもしれないけど、こんな感じでこの間100均で買った紙に真ん中にこうやって貼り付けて額縁に入れようと思います。できました。よいしょ。うん、めちゃめちゃいい感じ。あっちのさっきのポスターより全然、なんかやっぱこの余白があった方が綺麗なんですね。あんまなんか詰め詰めにすぎるとかえっていまいち、こんな感じで、うん、まあいいかな。今日の夜ご飯は最近ずっと食べたかったチャーチーズチキンに行きました。まあ持って帰るんだけど、行ってきます。じゃあね、閉まってたのでドライブスルーに行きます。入ってきました。あ、なんかすごい一緒に入ってるんだ。こちら5ピース頼んだから、そんなお腹空いてないんで、多分1ピースぐらいしか食べれないけど、すごいハニーの量がいっぱいだね。美味しそう。いただきます。はい、ということで今日もコメントウザでやっていきます。前回は制服かブレザーの件で質問をしたんですけど、今日のコメントウザでは TTKNON さん、ノンさんのこちらのコメントです。ありがとうございます。両方ブレザーだったみたいですね。中学校の時はとてもダサくてゴキブリみたいって言われてました。そんなにダサいのかそんなにダサくないんじゃないかな。ゴキブリみたいってすごい、なんだろう、茶色いのかな。茶色ってなんかでも結構私立っぽい感じの清楚な感じのイメージなんですけど、黒なのかな。黒い制服ってでもあんまないよね。どうなんだろう、そんななんかゴキブリみたい
って言われるとすごい気になっちゃうんですけど、なんか卒業する年に新しく可愛い制服になりました。もう少し早く可愛くしてほしかったですね。本当なんかそういうのがあるとね、なんか悔しいですよね。もう少し若く生まれてたらとか、逆にもう少し先に生まれてたら、なんかもう少しね、うちらの代の中学校の時に、うちらの代の2個上の代ぐらいまではすごい結構緩かったんだけど、私たちの代からすごい厳しくなったりとかして、それもなんか思ったことはあるので、制服とかにも関してね、まあ、スカートの長さとかすごい厳しくなったので、わかります気持ちは。はい、ということで今日のコメントオブザデイはこちらのコメントでした。ありがとうございます。はい、じゃあ今日のクエスチョンオブザデイはですね、まあ、いつ見てらっしゃるかわかんないので、皆さんがね、このビログをね、いつのとは言わないんだけど、一番最後に食べたご飯の献立メニューを教えてください。まあ、朝食だったり昼食だったり夜食だったり夕食だったり夜食だったり、いろいろかもしれないけど、あともしかしたらおやつかもしれないんだけど、まあ、朝に見てたら朝ご飯の人たち、まあ、一個前のさっき終わったご飯の献立、まあ、献立じゃない、まあ、なんかメニュー的なのを教えていただけたら嬉しいです。はい、ということで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。